ノアラノアラノアラお前はい、こんにちは、パンダです。えっ、ー、とね、最近なんか、ノアラさんがね、えー、空港で、まあ、動画を撮ってて、まあ、スカイイルミネーションって書いてたんで、まあね、あの大体わかると思うんですけど、なんかね、ちょっと旅に出てるのかなちょっとわかんないんだけど、えー、そんな感じですね。で、えー、最近、 旅に出てててるのかなっっ僕は思ってで、えー、その動画をね、あのー、なんか、えー、なんか弁当とかね、あと空港での動画とか撮ってて、まあね、なんか旅に出てったっぽいですね。えー、この前僕ね、ノ原ラさんにね、あのー、なんていうのあのー、あれ、 グアムに行きたいとか言って、まあ動画あげたんだけど、まあ何か僕の動画見てたのかなってちょっとわかんないんだけどね、うん、偶然の1ですね。ノーラさん。ノーラさん、ノーラさん,のさん僕の動画見てるノーラさん見てるはい。で、まああの、えー、今日はね、そのね、あの、ノーラさん動画いつもね、めっちゃあげるから、もうね、全部見きれません。で、あのね、タイトルがね、あれなんですよ。もうこれ、 僕たちを、僕たちをこれ釣ろうとしてるしか思えないタイトルとか一つあって、それをね、えー、ご紹介します。これあくまで僕の紹介ね。えノ、ー、アさんの動画の中でね、えー、タイトルでね、ノアラ、カッコノアラね、ノアラのデブ活って書いてるんですけど、これ絶対俺たちを釣ろうとして考えてますよ。このね、タイトルで、 絶対釣ろうとしてる。ノアラのデブ活って書いてるタイトルなんですよ。これはね、まあ、ノアラさんネタでやってるの知ってるけど、ネタっていうのはその何て言うの <laughs> あの、これ、みんなね、見ちゃうよ、本当 <laughs> このタイトルつけると <laughs>。これはずるいわ、本当にずるい。あの、ノアラさんずるいなって。 ノラ、まあ、さん、女芸人みたいなとこあるんでね、えーまあ、なかなかね、女性の中でそういう、なんていうの自分をね、えー、こう出して、そういう、なんていうんだろうな、えー、そういうキャラでやってる人ってあんまりいないから、僕はね、YouTube ではね、結構ね、うーん、これヒットするんじゃないかなとは思ってる。正直ね、うん。その人としてどうとかそういう問題じゃなくて、<laughs> YouTuber として僕は、 もう、YouTuber の見る側としても、あのー、その、なんだろう、自虐ネタ系なんで、もうね、あのいじってくれ度がま満載なんですよ。あもう、こういうのね、本当いじりたくないんだけど、ただ、えー、まあいじれないと、まあ一応ね、一応、まあ、ノアさんと、まあ、なんだろうな、 ノ、えーラさんと仲良し系なんでね、まああの、一応ノーラさんのことを紹介して最後に終わります。えー、まあ僕はね、うん、まあ人としてはあんまりあれなんだけど、まあ YouTuber としてはね、まだノーラさんみたいな人がね、他にいないから、あんまりいないから、これはね、結構、あのー、うまいなとは思いました。えー、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これで終わります。 さえたら。